を守り抜きましょう。違いないじゃん。なあ、ゼビオン王はこの世界をどうするつもりなんだろうな。頼んだわね。双子の王が降臨するという予言が何を意味するか、それ次第でね。黙れ。いや、今はそんなことを気にしないで目の前の敵に専念するよ。
を呼ぶ踊り子、それがあたし。